オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。パーソナリティの野瀬祐介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違えやすい文法のポイントなどをわかりやすくお伝えします。また、リスナーの皆さんからのお便り紹介や、講師へのインタビューなども随時お届けします。本日のアラカフェットの担当は三輪先生です。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はフランス人のパンの扱い方について不思議に思うことをお話しします。街中を運転していると片手にバゲット、日本ではフランスパンと呼ばれる長いパンですね。このバゲットを持って歩いているフランス人を必ず一人は見かけます。パンはフランス人の食生活に欠かせない存在ですから、ごく当たり前の光景なんですが、雨が降っている時も同じようにしているので、バゲットが雨に濡れても嫌じゃないのかなと不思議に思います。私はバゲットの命は食感だと思っているので、雨にさらして歩くなんてとても考えられないのですが、フランスの雨は日本と違い、しとしと細かく降るので、少しぐらいなら濡れても気にしないという人が多いのかもしれませんね。ちなみにパンの表面が湿気のせいでしなっとしている状態を表すときは、ハモリ、ハモリという形容詞を使います。物が柔らかくなったという意味です。例えば、パンが湿気のせいでしなっとしている。これをフランス語にすると、Le pain est ramolli à cause de l'humidité。Le pain est ramolli à cause de l'humidité。となります。ハモリという形容詞、ぜひメモしておきましょう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワがお届けするフランス語レッスンです。今回のテーマは職業を表す名詞と気をつけたいポイントです。入門から中級者向けの内容となっています。そして第2部は、アンサンブル期待の新人講師、シリル先生のプロフィールと魅力をお伝えします。では早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。ワンポイントフランス語レッスン。皆さんこんにちは。アンサンブル講師のミワです。こちらのコーナーでは、アンサンブルが自信を持って作成し、生徒様にレッスンや自習でお使いいただいているオリジナル教材の中から、知っておくと便利な表現やポイントをご紹介します。さて今回は、フランス語ビデオ講座文法解説ビデオ第4課より、ラ・ポフェッション、職業を表す名詞について、気をつけておくべきポイントをご紹介します。フランス語の名詞には、皆さんもご存知の通り、男性、女性という性別があります。職業の名詞についても一般には同じです。その職についている人が男性であれば、該当する名詞の男性形、女性であれば女性形を使います。例えば、教師という意味のフランス語の名詞、男性形は、オンセニョンですが、女性形はそうですね、オンセニョント。語末に女性のうをつけて、オンセニョント。終わりのていを軽く発音します。職業の名詞の女性形の作り方は男性形の語尾によって様々に変化します。いくつかクイズを出しますので、女性形を答えてくださいね。俳優、アクター。女性形はアクトリス、アクトリス。音楽家、ミュージシャン。女性形はミュージシエンヌ、ミュージシエンヌ。歌手、ションター。女性形はショントゥーズ、ショントゥーズ。3問とも正解しましたか？間違えてしまった場合は復習しておいてくださいね。では、医者を表す名詞、メドゥサンの場合はどうでしょうか？実は女性形がなく、主語が女性でも同じメドゥサンを使います。ですから、彼女は医者ですという意味の文をフランス語にすると、その通り、エレメドゥサン、エレメドゥサンとなります。このように女性形が存在しない職業名がフランス語にはいくつかあり、代表的なものとしては、先生、教授、プロフェッセー、作家、エクリヴァン、作者、オーター、エンジニア、アンジェニアなどがあります。近年はこういった名詞にも女性形を作ろうという動きが見られますが、現実では今なお男性形が用いられることがほとんどですので、ぜひ覚えておきましょう。他にもこのアンサンブル・アン・フランセの自習用教材、フランス語ビデオ講座の文法解説編第4課では、職業の言い方、尋ね方について、詳しく解説されています。第4課は4部構成、計30分にわたって、会話例文や様々な職業の名詞、お役立ち表現、発音のポイントを学習することができます。ネイティブスピーカーによる会話音声や練習問題もありますので、視聴後の復習までしっかりサポートします。ご興味がある方はぜひ、フランス語ビデオ講座のホームページより無料視聴をお試しくださいね。それではまた。アビアント。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、第2部では、今年の9月よりオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセでレッスンを開始されているシリル先生のプロフィールと魅力を私野瀬祐介がお伝えしていきます。2002年よりフランス語講師として活動しているシリル先生はフランス語教育において豊富な経験をお持ちです。レッスンではクイズ形式で生徒様の理解度を確認しながら的確なアドバイスを絶妙なタイミングで提供するまさにベテラン講師です。最近のフランス語表現も学ぶことができ、50分が楽しくあっという間に感じられる満足度の高い授業を行います。シリル先生とのレッスンはテンポよく進むため、モチベーションが上がるとたくさんの生徒様にご好評をいただいています。楽しく、テンポよく、かつハイレベルというシリル先生のレッスン、ぜひ皆さん、一度ご受講ください。それでは講師からのメッセージもご紹介します。皆さんこんにちは。アンサンブル・アン・フランセ講師のシリルです。一緒に楽しくフランス語を勉強しましょう。お待ちしてます。Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Cyril et je suis professeur à Ensemble en français. Je vous attends pour vous aider à progresser en français. À bientôt! メッセージからも講師の人柄やフランス語教育への熱意が感じられますね。シリル先生のレッスン、ぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。